やはり図書館に来たのは偶然じゃなかったのね、ローラン。ああ、今この瞬間まで来るのがずっと俺の人生で一番でかい賭けだった。そうなのね。私が自由を得られるように手伝ったのは私のためではなかった。私はあなたにいいように利用されたってことで。そう悔しそうに言われるとか残念だな。サボったことはないぞ。徹底的にお前が最後に到達するまでは俺の全てをかけてお前を手伝った。控えめに言ってもお互いに利用したってことだ。それで成果は十分だ。図書館に来た理由はピアニストをはじめとしたねじれができた原因を探すためだった。そして誰が張本人だったのか気になった。結果的に全ての原因はアンジェラ、お前だった。お前が最後にあがきさえしなければあんなことはなかったろうよ。じゃあなんですぐに私を止めたり殺さなかったの？一つ、初めてお前を見た時に殺せる存在ではないと分かった。二つ、お前がどうしてそんな選択をしたのか理由が知りたくて。三つ、お前が俺とは違った選択をすることができるかもしれないと思ったから。そして四つ、最後の最後に一番大きな喪失と苦痛を抱かせるため。今のお前は完全なる人間の体、苦痛も死も確実に受け止めることができる。それにお前もそれなりに大きな痛みと挫折、そして喪失を経たってことを知った。どうしてそんな選択をしたのかも理解できるし、そして時が経つにつれて悩むお前を見て他に選択の余地があるかもしれないって思うことにしたんだ。お前が他の答えを選ぶのなら、万が一そうなったら俺も別の答えを選べるかもしれないって。でも結局そうはならないみたいだな。俺が味わった痛みはお前が100万年もの間耐えてきた痛みに比べれば大したことないだろうが、それがどうした。俺はあの日あのクソみてえなピアノの前で誓った。俺から世界を奪っていった都市に必ず同じ喪失と悲しみを抱かせてやるって。お前みたいに。それなら私が味わった苦痛は誰に報われればいいの？私にできることは一つしかなかったわ。同じ痛みを味わわせることしか。俺にその答えを問うのか？知ってたのなら、そして選べたなら、こんなふざけたことなんてしなかっただろうな。それでも一つ確実にわかることがある。血を血で洗えばこうなるってことを。アンジェラ、お前は必ず俺と同じ悲しみを、いや、それ以上の苦しみを味わうべきだ。お前は俺にとっての全てだったアンジェリカを奪っていった。そして俺はただこの瞬間のためだけに顔見知りの死を傍観して長年の友達を俺の手で直接殺したんだ。この瞬間のため、お前の隣で全ての感情を抑圧して笑ってたんだ。泣くのは初めて見たわね。もうそんな戯言も終わりだ。絶対に俺の全てをかけてお前が想像もできないあらゆるやり方でこの世で一番苦しんでるのは自分だって思わせつつ殺してやる。それも自由に届く一歩前にな。全てを奪ってやる。それ以上にして返してやる。私はただ私の苦痛に対して報われたいだけよ。はあ、なんだよその情けない顔は。最後になって今まで抱かなかった躊躇でも生まれたのか。いや、そんなわけない。お前は力と知識、そしてまともな人生と生命を得たから、ただ手に握ったものを手放したくないだけなんだろ。私は少なくとも強制的じゃない方法を。お前は光を奪う時と同じ論理で対価という名目のもと
図書館に入ってきた者を殺した。それによる因果さえ考えずにな。お前は本人以外の事情に対して知ったごっちゃないって態度で一貫してるから。でも非難しない。非難することはできないんだ。ああ、それが後押しだ。それはそれで、これはこれだから。だから俺も徹底的に都市の人間としてお前を殺してやる。俺はお前を殺して復讐を果たし、お前は俺を殺して自由を得ればいい。お互いにストレートで簡単な一つの心構えで立ち向かえばいいんだ。お前も別の考えを抱かずに、ただ自由と復讐に対する欲望だけ抱いてくれればいい。私には苦痛しかありません。それ以外の何者も望みませんでした。苦痛は私に忠実で、今も変わりはありません。私の魂が深淵の底をさまよう時にも、苦痛はいつもそばに座り、私を守ってくれたゆえ、どうして苦痛を恨むことができましょう。ああ、苦痛よ。汝は決して私から離れぬゆえ。私はついに汝を敬うに至る。私はようやく汝のことが分かった。汝は存在するだけで美しいということ。汝は貧しい私の心の火鉢のそばから、決して離れない人と似ている。私の苦痛よ。汝はこの上なく愛する恋人より優しい。私は知っている。私が死に着く日にも、汝は私の心の奥深くに入り、私と共に生前と横たわらんことを。皆さんおはこんばんにちは、ヒトボンです。あいだよ、どういう状況？お前、裏切るのか、ローランダ知性だったか。という冗談はさておき、今回は黒い沈黙戦からだね。言語の回じゃないの珍しいわね。さて、黒い沈黙の説明だけど、特徴としては最小値のダイスとのマッチ負荷、それと左から3つ目の速度ダイスで使用するページの全体推力プラス2ね。それに加えて感情レベルが上昇するたびにパワーと忍耐を得るわ。とにかく左から3つ目のダイスに注意ってことだね。とりあえず最初に重要なのは、マッチに負けることですね。これ前回できなかったリベンジしようとしてるな。成功したらこれが初めてになります。ぜひともうまくいかせたいところ。早速マッチに勝利してるわね。負けたい時に限ってダイス値がいいんだよな。絶望が欲しかったが、まずは憎悪から。絶望ってめちゃくちゃ負けてないと出てこないイメージがあるからな。なんならここで一人死んでもらうのもありなんだが。ギリギリ次の幻想体ページは引けなかったか。
よし、ちゃんと絶望だったね。迷わず選択。よし、貪欲と憤怒。憤怒は秘書が勝手に行動するようになるから、貪欲からページを選んでおくのが無難になるわね。でもそれだとつまらねえよな。俺は憤怒で行くぜ。崩壊する未来が見える。でも憤怒は便利だよ。一人分の行動を考える必要性がなくなるし、一人が勝手に動くから余計考えることに気がついていない。ページをページは虚無を選びました。よし、まずは一人。早速、フンドのデメリットがふんだんに活かせているわね。でも実際フンドを取る関係上一人勝ったりには死んでもらうつもりだからな。こうすれば早く回の感情レベルが5になるし、欲しい連想体ページも出てくるし、読むがうまくいけば2から3人いれば多分勝てるだろうし。というわけでアルガリアのコアページはここで退場です。全部のコアページを使うのがメインなのにな。アルガリアはねじれた時のバトルページないと使い勝手が悪すぎてな。多分みんなもねじれたページ縛りでアルガリア使うの嫌でしょ。自分は嫌です。おお、耐えるのか。やけどで死にそうだけど。フェーズが変わってなんとか耐えれたな。さて、第2フェーズは取り巻きも登場。取り巻きが死亡するとローランが体力を50消費して新しい取り巻きを召喚するわ。それ以外は特にパッシブはないかしら。一応踊りついて無理状態の相手には与えるダメージが増えて、さらに受けるダメージが減るぐらい。さっきまであったマッチ負荷ダイスやマッチ威力増加が消えてるもんで、こっちの方が楽なフェーズかもしれないわね。体力回収とかあれば普通に回復できるぐらいには楽。よしよし、ちょっとポジティブエモーションが多かったから心配だったけど、これで4枚揃ったね。あとは感情レベルを上げるだけ。EGO ページは目のくらむフンドで。そのページ好きよね。前も使ってたし。普通に強いんだよな。味方を殴るけどそこはご愛嬌。あとはマックスウェルが少しマッチすれば感情レベルが5になるね。それからが本番だよ。
やってまいりました。虚無のお時間でございます。実際に発動するのはこれが初めてだからワクワクするね。というわけでもちろん対象はスパレカ。BGO ページは、ダイスを封印できる剣にしておきますか。お、デメリットが消滅したから操作できるようになってるね。それに加えてキファレト以外が内幕の開始時に虚弱、武装解除、束縛を得るように。これ束縛は罠では、キファレト以外の秘書の速度がほぼ1になるからマッチが選べんぞ。まあそこは仕方ないわね。うろう、相手の攻撃攻撃、ダイス値1だぜ。これはたまらんな。このマッチ相手最大値を出してるのにもかかわらずダイス値が2だからね。7分の6でダイス値が1になるのとんでもないわよ。ヨムのとんでもないことに気がついたかもしれない。ティファレト以外ダメージ低すぎて全然倒せねえ。そしてティファレトも結構防御寄りなんだよな。このフェーズは余裕なんでちょいとカット。さて、フェイズさんだね。魂のつながりという特殊なパッシブスキルが追加されるわね。このパッシブスキルを持っていると混乱抵抗値が1以下にならない上に追加でバフを得るから注意が必要ね。魂のつながりを減らすにはローランには白い息、アンジェリカには黒い息を持った状態で特定のバトルページにマッチ勝利することで減らせることができるわ。白い息、黒い息を得るには反撃ダイスのページとマッチをする必要があるね。ちなみにこれマッチを奪わないとお互いにバフを与えるから、基本的にはマッチしとくね。ただダイス値は高いから注意が必要だけど。ティファレトでマッチする分には問題なさそうだね。なんかティファレト以外のマッチが、都市疾病とか都市悪夢ぐらいのマッチに見えてくるね。っていうか今更だけどさ、これ紫の涙連れてこればよかったな。防御耐性ならデバフ無効だから普通に戦えたでしょこれ。ちなみに言ってなかったけど、どちらか片方が死亡すると、生き残ったのがローランならバフ、アンジェリカならデバフがつくから、基本的にローランを狙うのが定石かしらね。ティファレトなら問題ないが、ティファレト以外が多分ボコボコにされるだろうから、ちゃんとローランを優先して狙っていきましょうか。というわけで17幕目。ローランが混乱するまでに3幕かかったのね。こんなに時間かかるフェーズだっけなこれ。ローランが死亡したことで束縛、麻痺、脆弱さを得るようになったわね。脆弱が一番ありがたい。
さて、フェーズ4ね。この次の幕から武器を召喚してくるわ。召喚される武器を壊すことでパッシブスキルの傷跡を無効にすることができるわね。傷跡のパッシブスキルは早期の回で使用する幻想体ページと同じ効果だね。それに加えて毎幕ランダムで、マナ出し、好奇心、口づけのパッシブスキルを入手するわね。血は早期の回で見たことあるからいいとして、マナ出しはパワーを入手、攻撃ダイスでダメージを与えれない場合、混乱ダメージを受けるわね。好奇心は攻撃が的中した場合、相手の手札のページをランダムに2枚デッキに戻すわ。口づけは早期の回でもあるわね。氷のかけらを付与するやつ。ここで問題です。秘書が3名、そのうち2名は虚弱を、果たして武器は壊せるのか。壊せなかったらとんでもなく強化されたフリオソでみじん切りにされるわよ。壊せたわね。うまいことシャオの攻撃攻撃ページを使って全部壊したいところ。一本残っちゃったか。さすがにこれ以上剣を残すのは取り返しがつかないことになるわよ。さて、武器は1個か。3つ目のダイスが2回使用されるわね。威力下がってるから案外耐えれるもんだな。
再び剣が出てきたわね。さすがにもう一回使わせる気はないぞ。体力を400まで削れば次のフェーズに移行するからね。それを狙っていこう。最終フェーズね。それぞれ鼓動、熱望、押し寄せる鼓動、学習のパッシブスキルを持っているわね。鼓動は右下のローラン、ダイススロットが1減少する代わりに攻撃的中効果で次のマクすべての味方にパワー1を付与するわ。熱望は右上、体力の最大値が増加、速度も増加するわ。押し寄せる鼓動は左上、登場してから3幕の終了時に死亡する代わりに死亡するまで毎幕パワー、忍耐が2クイックが3、歩合を寝てすべての混乱ダメージ耐性が耐性に変化するわ。学習は左下、学習ページを使用してくるわね。やっぱり押し寄せる鼓動持ちはマッチがきついな。マッチに勝てれば勝手に倒れるし楽なんだけどね。残ってるけど、それ以外のローランはもうそろそろ倒せそうね。よし、これで学習ローランは撃破。中央のローランが行動をし始めたわね。
32幕目、とんでもない長期戦だな。パワーが9になってしまった。しかし台数が一気に不利になったな。こちらが4なのに対して相手は7個。広域攻撃とかで鼓動ローランは倒しておきたいわね。ページでこの威力、まるで赤い霧のようだ。一応ダイスは6つあるけど使用してくるダイスは5個だけだから助かるね。これで黒い沈黙、接待完了ね。一歩先しか見れない愚かな利己主義。今の結果にのみ満足する間抜けな人間。それがお前だ。そして俺だ。いつか同じ理論でくじけるしかないはずだ。本当に自分のためを思うなら、お互いこんな選択をしちゃダメなんだ。長くは続かないんだ。利己的でいるためには自分だけを見つめてはいけない。周りのものも確実に目に刻むべきだったんだ。全てはつながっているから。さっさと殺せよ。最後に来て迷ってちゃ外に出ても長く生きられないぞ。まあハッピーエンド主義者なんで選択はもう決まっています。よし、大体10幕ぐらい短く勝てたね。編成がガキガキすぎでしょ。さて、今度はちゃんとエラーが起きないといいけど。言語の回使えば勝てはするから問題はないんだが、時間がかかるんだよな。ああ、そうやってもう少しだけためらえ。俺がすぐに首をかっきってやるから。ローラン、私は手放すわ。誰かが断ち切るべきだから。結局私ですら都市で回りゆく輪から逃れることはできなかったわ。そしてこんな輪をずっと繰り返さなきゃいけないなら、私これ以上生きていける自信がないの。程度の差があるだけ、また輪の下で押しつぶされたまま永遠に回っていくはずだから。こんな世界で自由を得ても意味がないってことだったの。はあ？ここまでめちゃくちゃにしといて今になって手放すだって、何か悟りでもしたのか？それならこのクソみてえな図書館でどうしようもなく死んでった奴らは、俺の手で殺した者たちは一体どうなるんだよ。今までの俺の覚悟と絶望、犠牲は一体、お前は必ず何かを欲さないといけないんだよ。こんな簡単に断ち切っちゃダメなんだ。そうするには遠くまで来すぎたんだ。
まともな欲望すらない奴が、あれだけの血と力を抱いちゃダメなんだよ。その全てがもう重すぎる。私はこれが最後だと思ってたの。本当に。もう一度だけ目を閉じて、最後に血を見れば、私の思うがままに生きられるかと思った。でも都市という連鎖に組み込まれてる限り、自由にはなれないってことなのね。私とあなた、そしてこの図書館は、あまたの者の血を貪ってきたわ。自由へと進もうとする私のすべての行動は、運命の輪を加速させただけ。私が今まで受けてきた苦痛と自由のためなら、どうしようもないと思ってきた。そしてすべてが終われば、これ以上は私の手で誰かの大切なものを奪いたくはなかった。喪失と苦痛というものが何か分かってるから。でも都市という輪は、誰かの喪失と苦痛を原動力として全てを踏みにじりながら回っていくのよ。結局最後に私のものを自分の手で奪わないといけないなら、そしてその後にも誰かの血を飲んだり、それによって必ず血を流しながら生きていくしかないなら、これで手放すわ。少なくとも輪に押しつぶされて死にはしないでしょう。戻せない。奪ったものはずっと奪いながら生きなければならない。そんな覚悟すらなかったとか。本と司書、そして図書館、最後に私の自由、この全てを私が先に手放すわ。これ以上は握りしめるのはやめるわ。握ろうともしないわ。この全てを手放すなら戻せる。少なくとも図書館で死んだ者たちだけは。それがお前の選んだ答えか。お前はこれで図書館の外に踏み出せるのに、監獄の扉が開いたのに、百万年もの苦痛に報いられる日だったのに、どうしてそんな選択ができるんだ。お前が切に望んでるものが目と鼻の先にあるのに。ええ、完全に私が望んで決めたのよ。初めて全てから自由になった私が選んだ初めての願いであり選択よ。そうだとしても俺はお前を許せない。許しちゃダメなんだよ。当時じゃそんな勝手に鼻から断ち切れないんだよ。利己的じゃないか。最後に一つだけお願いするわ。私、ちょっとの間だけ無防備状態になるわ。今まで溜め込んだものを吐き出すのは簡単ではないのよ。その間は私を放っておいてくれる？友達としてのお願いを。私たちがまだ友達なら、その間に俺がお前を殺すかもしれないのに。もちろんそうしてもいいけど、心配しないで。全ては元に戻って、私は限りなく消えていくから。時間がないからすぐに始めるわね。どうして花から手放せるんだよ。どうして花から断ち切れるんだよ。再び芽吹いた光の木は、灰色の都市を暖かく染め上げる。都市を包んだ光は人々の心に染み入り、それまで忘れて過ごしていた感情と向き合うことになるでしょう。ただ種がまかれたとはいえ、その変化が急激に起こりはしないでしょう。と芽吹く時すらも違うでしょう。それは徐々に。でも時が流れれば、みんなが見ることのできる、そんな変化の流れで都市を包み込むでしょうから、自分が抱いている心に向き合ってさらけ出す機会が与えられるのよ。
惜しくも私はその姿を見れそうにないわね。最後の瞬間、あなたたちが残念って言ったのがどういう意味なのか、やっと分かったわ。本当にこのまま全てを手放しても大丈夫なの？何なのこれは。あなたは？安心して、光は無事に広まっているから。ただ少しの間話をする場を設けただけよ。ちょっとでいいから。ここじゃ時間は大事じゃないでしょ。今になって何の話がしたいの？百万年もの間切に願ってた。ただ私のための願いをこんな風に手放しちゃうの？いいえ、これから私が望む自由を見つけなきゃ。あれほど待っていたその道がついに開かれたというのに。私が自由に選んだ答えよ。ただ私の意思で選んだ道だから。深い場所のわだかまりをまた一緒に咲かせようよ。不可能じゃないわ。私はあなたをよく知ってる。そばでずっと見守ってきたから。誰よりも近くで。この光の中に今まで感じてきた悔しさと怒り、そして悲しみを、お前の本心を捨て去ろう。この計画を再び狂わせようっていうの？もうそうはさせない。同じ失敗を繰り返すことがあってはダメ。私はもともと計画通り、ここで学んだことを通じて種をまくか。気の毒なことに感情を押しつぶして深く沈んだのに、私の過去を見せて再び浮かび上がらせてあげるのはどうでしょうね。今は直視しづらいだけ。すぐにその心を悟って受け入れられるようになるはずよ。あなたに馴染みのあるやり方で見せてあげる。私の考えは変わらないから。早期の回の完全解放戦ね。そういやこれねじれた残響爆弾戦前だったか。こっちの方が難しいと思うんだけど。そこら辺は個人差ありそうね。残響爆弾戦は言語の回が使えるからな。確かに言語の回の使用縛りだったら同じぐらい難しいかも。さて、まず相手はリストカッター。受ける斬撃ダメージが減少して防御ダイスの威力がプラス3されるパッシブスキルを持っているわね。ちなみに早期の回の完全解放戦はアンジェラが死亡した場合即敗北。まずは耐久系の幻想耐性をアンジェラにつけておこうかね。これ終わったのでは？いや、とりあえず最低限は耐えれたし問題ないと思うよ。さて、このタイミングで秘書が登場。そういえば戦いに参加できたわね。ちなみにコアページ変えるために1回やり直してます。さすがにアンジェラ以外初期状態の秘書は無理。この青ざめた手がアンジェラとマッチするのだけは避けたいな。人が一人混乱。まあ台数が上回ってるなら問題ないかな。一方攻撃されるとまずいのよね。こういう攻撃攻撃とかで一人やられたか。
まだ一人混乱状態だね。反撃がかなり強いのよね。反撃を警戒してもいいんだけど、それだと自利品になりそうだからな。久しぶりに見た気がするよ。3枚目の幻想体ページは学習、相手の強めのページでも真似させてもらえますかね。いいタイミングだ。4枚目の幻想体ページ押し寄せる鼓動にします。もう限界が近いからね。かなりいい選択かも。さてエヴァ頼んだよ。私は誰よりも生きたかった。そしてその時になって初めて後悔で身を震わせた。さて第2フェーズ熱望ね。周りにいる灰が倒れた場合、体力を30消費して灰を召喚。灰が8体倒れれば混乱するのが特徴ね。熱望は4幕ごとに攻撃を行って、それ以外は防御するけど、防御は数値が20固定で、数値の値だけ混乱ダメージを追加で与えるから、おとなしく灰を倒した方がいいわね。ちなみに灰にはそれぞれ渇望のバフがあって、それの効果によって熱望に念願のバフが入るから注意が必要ね。ちなみに念願は渇望が攻撃するときにだけパワーがつくって感じ。攻撃を使用した後や、混乱すると数値が初期化されるわ。うわお、真っ赤だ。どれにしようかな。鼓動にするか、嘘と好奇心はちょっと使いにくいか。さて、この幕が幻想体ページのデメリットもある上にパワーももらえないから注意が必要ね。ちゃんとマッチを考えてないとね。さて、2枚目、これは無難に熱望でいいんじゃないかな。対象をどうするか迷うんだが。無難なのはアンジェラなんだよな。ただクイックが欲しいからクーパーにつけておこうか。
は渇望、待望の灰だったわね。効果は幕の終了時、熱望に念願を3付与する灰。倒したのは失敗だったかもな。味方が死亡すると熱望に念願を4付与する奴がいる状態で倒してしまった。熱望の攻撃ターンね。パワーは10。うげえ、これはまずい。よしよし、なんだかんだ3名は防げたね。さて4枚目の幻想体ページ。混乱ダメージを追加で与えれる下の剣にするよ。さて、灰はまた復活。これで熱望の体力は30しか減らないからな。早く混乱させてしまおう。よし、今倒したのが、他の味方が死ぬと熱望に念願を与える灰だね。これで他の灰を倒しても問題なくなったわね。さて、残りの灰は2体。灰が残り2体以下になると渇望効果が消滅するわね。その代わりパワー、忍耐、クイック、保護を読めるわ。これまずいか、マッチに勝てなくなると幻想体ページのデメリットが。意外と勝てるもんだな。さて5枚目の幻想体ページだが、口づけにしようか。長期的に見たらこっちの方が良さそう。さて、攻撃の幕。パワーは6、さっきより低くなってるわね。体勢が全部弱点なせいで混乱させるより先に倒せちゃった。アンジェラ、結局私も同じ人間よ。私はみんなのために犠牲になること以上にいい結末はないと思っていたけど、違った。さて、
次のフェーズ、操り人形ね。まあこれは嘘は爆だけだね。さて、嘘のタイミング。大体防御ダイスと攻撃ダイスが入れ替わってたりするから、これとかな。的中時効果のあるダイスが防御になってる。ということで嘘を暴いていきましょう。で、3枚目の幻想体ページ、学習を持っておくよ。さて、広域攻撃は便利だね。もう相手はボロボロだよ。4枚目の幻想体ページ、すでにめちゃくちゃ有利だが。人間は自分だけを愛するしかないから。さて、下のかけら、とりあえず氷は全部壊してからが本番だね。意外と壊すまでが大変だと思うんだけど、アンジェラの広域攻撃ページを使いまくっておけば問題ないです。
3枚目の幻想体ページは、とりあえず学習。わお、ガッチガチに行動不能になってる。全員行動できるようになったし、混乱を狙っていきたいね。あ、紫の涙は防御耐性に変えました。打撃耐性にしてたけど、行動不能はきつい。よしよし、ちゃんと全員行動できるね。よし、混乱まで削れた。おお、なんなら倒せるか。人生をささやいてあげた。自分の感情だけを大切にできるように。最終フェーズ、罪悪感ね。釘と金槌をすべて倒せば次のフェーズに移行するわ。釘はバトルページのコストを下げ、金槌はコストを上げてくるのが特徴かしら。それに加えて釘はバトルページのコストに応じた、金槌は光の数に応じた量だけページが強化されるわね。1枚目の幻想体ページは、鼓動でパワーがないとマッチに勝てねえ。
ボコボコにされてるな。いつもなら熱望を選ぶんだが、今回はちょっと変えてみようか。嘘を選択していくよ。なんだかんだ殴られまくってるけどなんとかなってるわね。まだ次のフェーズがあるから油断できないけどね。どんなんだったか覚えてないけどかなり苦戦した記憶だけある。3枚目はどうしようかな。とりあえず強い学習でも持たせとくか。さて、最後の釘を倒せば次のフェーズか。しっかり準備していこう。4枚目か。さすがに下の剣かな。一人体力がめちゃくちゃ少ないから押し寄せる鼓動で最後に頑張ってもらってもいいが。うん、そうしよう。死ぬ前に頑張ってもらうよ。フェーズが移行して罪悪感が行動するように、そして残された欲望とささやく本能が召喚されたわね。追加で秘書にコスト級の罪悪感が手元に入れられたね。罪悪感は消費しないと後々即死する羽目になるし、なんならささやく本能は秘書の罪悪感のコストだけダイス威力が増加するから注意が必要よ。ちなみに残された欲望はダメージを受けた次の幕にダイスの威力がプラス10。正直ダイス威力が増加されるとマッチに勝つのは厳しいな。しかもささやく本能は確か攻撃しないと強力なページを使ってくるしな。さて、残された欲望のダイス数が増えたってことは特殊なページを使用してくるな。手放したくない、のページね。最初のダイスに勝てばダイスを全破壊できるわ。逆に負ければこっちのダイスが全て破壊されるわね。
うむ、さすがに勝てないか。これどうするかな。広域攻撃使ってダメージを与えたからささやく本能が強いページを使用してくる幕だし、これは吹雪にでもしておくか。一応罪悪感は行動不能に耐性があるから動かれちゃうけど、ささやく本能が止まるならそれでよしということで。うむ、紫の涙を失ったのはでかかったかも。結局この幕の前に時間切れで死んでたか。とにかくマッチは引き受けつつ、取り巻きを削っておきたいね。よし、強力なページを使われる幕は耐えれたし、なんなら残された欲望は全滅、これはでかい。片方の本能を混乱させれたのはでかい。なんならこの幕に倒しちゃうか。残り体力は32、これはもう倒せるんじゃないかしら。さて、あとは流れに任せようか。
なたは私に似せて作られて、私と同じ考えをするかと思ったけど、結局これからあなたと私は違う道を歩むことになりそうね。私はこれからも私の道を歩んでいくから、あなたもまたあなたの道を歩んでいけるよう願ってるわ。あなたは本当に止まらないの。都市の人たちが自分から目を背けずに愛することができるようになる時まで。そうなのね。二度とあなたと同じ道を歩くことはないでしょうね。カルメン、光の中に私は溶け込んだ。だからこそ私はあんたを最後まで止めるから。光は止まらずに吹き上がるであろう。まるで都市の人々全員が揺さぶられずにまっすぐ進むことを願うがごとく、図書館で眠っていた人々もまた一人二人自分がいるべき場所でまぶたを開くであろう。光の中でいつだったかはわからないけど、はっきり聞こえた言葉が再び思い浮かんだ。ごめん。そしてお疲れ。かすかに聞こえた誰かの声から浮かんだあの言葉。最後のページをめくりながら私は考える。私は何ですか？私死んだのかと思いました。確かに本になったはず。まさかのアンコールですかね。これが選択の結果なんだね。ありがとう、アンジェラ。そしてローラ。これで新しい体を得て、もう一度演奏できるよ。そうか、この姿。一刻でも早く都市に行きたい。人間に会いたい。今なら最高の味が出せるんだって。アンジェラがお前らのためにこんな選択をしたわけじゃないんだよな。初めて真に自分が望むものを選んだだけだ。あなたはこの前よりも気分が晴れたようですね。あなただけでなく皆そうですね。私も前より偉大な力が馴染んでいく感覚がします。この光の中で皆完全になるのです。この感じか。裸になったが、ついに私としていられるようになった。今のためにここまで来たんだ。この瞬間のために生まれたんだ。前とは違う温かい響きが私の中に入ってくる。より私の声が聞こえてきます。都市の音が聞けます。あの光、私に与えてくださった最後のチャンスを逃しません。いいな、この力。もう一度やってみようか。お前らの手がアンジェラに届くことはない。我々は究極へと至りました。これでどんな場所へとも行けます。
そんな心構えでアンジェリカに接したらよかったんだろうけどね。はいはい、思う存分くっちゃべってろ。俺もこれからあいつが勝手に行った道をたどっていこうとしてるからな。ちゃんと俺の周りのものを刻んでな。お前だけのやり方で受け入れたんだな。お前とは違うだろうな。はあ、この温かい光の中で共に美しく永遠なる踊りを踊ろうか。みんな注目、俺たちを完成させてくれる最後の光を手に入れるんだ。フィナーレはどうか俺に指揮させてくれるか。その姿になっても相変わらずだな。はい、言語の回使えたんで余裕です。撤退してるの言語の回じゃなくね。アルガリア以外を全滅してギリギリ負けました。でもこれだけならゴリ押しで倒せるからな。幻想体ページはもう終わりだろうし、何でもいいな。どうして、こうなっちゃったね。私が残ってちゃう。よ、アンジェラ、久しぶりだな。やっぱり機械の体になっちまったか。顔面凍結だな。何をやらかしたの。最終日にお前が消えるところだったんだ。だから光の柱からお前を取り出して、あとまだ終わったわけじゃないからちょっと待ってろ。そんなことするべきじゃなかった。こうしちゃ全て完全に戻せないのよ。全部無駄になった。最後の機会だったのに。最後の最後まではお前らしくいなきゃ。ガミガミユウダとからしくないことしてるから隙ができるんだよ。おぞましいな。少なくとも最後だけは美しくありたかったのに。アンジェリカにはよろしく伝えとくよ。弟、地獄に落ちとけ。残響爆弾、今度こそ絶対完了ね。大体は現状整理できたと思うんだけど、これからどうするんだ。どうしよう。やっぱり体は機械の体に戻ったな。ええ、少しの間だけど忘れたいことを忘れられてよかったわ。図書館で本になった人たちが生き返るって言ったろ。でも今まで生き返ったのは青い残響とその友達しかいなかったろう。長い夢から覚めるように都市のどこかで目覚めるでしょうね。あなたが最後にしくじりさえしなければ不確定要素はなかったはずなんだけど、おかげでいつどこで人々が目覚めるか私にもわからないわ。でも生き返りはするんだよな。よかった。なんだかそんな気がしたんだ。確実でもないのにどうしてそんなことをしたの。俺のためにやりたいことの一つぐらいはやってもいいだろ。俺もこれ以上後先考えていけるのは嫌なんだよな。また何か隠してるんでしょ。俺がここへ来る前に紫の涙が言ってくれたことがあるんだ。入っても最後だけはいかなるものにも縛られず、
本人が望む通りにしてあげるのがいろいろといいはずだって。光の中で消えるお前を見てたら突然その言葉が脳裏をよぎったんだ。全部知ってるかのような言葉ね。図書館に来れたのも紫の涙が手伝ってくれたおかげなの。ああ、お前も本で読んだろうけど、紫の涙は次元を超えることができるってね。半信半疑だったけど結局ちょっと手伝ってもらったんだよ。あと、はい、これ落としてたよ、例の紙ね。でもこんな体じゃここに書かれたことの半分もやり遂げられないと思うんだけど。まあそんなことは、これからお互い悩んでいこうよ。たった一つの答えって多分ないと思うんだ。星のように多くの人々がそれぞれ絡み合ってるから。人それぞれに答えがあるんでしょうね。
それにしてもこの図書館は結構崩壊したと思ったんだけど、まだ力が残ってるみたいだな。外できっと腰淡々とここを狙ってる奴らが大勢いるだろうに、誰も入ってこずに静かなままなのを見るとな。私もその点については不可解に思ってるわ。アンジェラ、その理由は図書館がお前の殻、エゴだからよ。何者でもない人間ができる。そして何者よりも都市の人間らしくない選択をした結果よ。いつからいたの？頭から来たのか。目と足爪まで。そこで指一本でも動かした瞬間引き裂く。肝に銘じるように、いくらお前でも今の状態ならたやすく八つ裂きにしてやれるからな。くそ。お前たちだけで話を締めくくれど、都市に刻まれたねじれは終わっていないのよ。新しい色が都市にひどく染みついたの。だから頭は俺たちにねじれに対する責任を問うってことか。すでにねじれに対する事案は誰にも責任を問うことができなくなったのよ。心苦しい点は、努めて手入れしておいた都市の生態が覆される可能性があるということでしょうね。それなら頭が今になってお出ましになった理由は？お前と図書館を都市から放逐しようと来たんだよ。ついでにここにいる砕け散った仲間を回収しようとな。ってことは、図書館をエルシャの巣から外郭へ放逐するということだよ。図書館はすでに都市の不純物よ。これ以上は見てばかりいられない状況なんだ。図書館に力があるから。違うのよ、アンジェラ。ただお前のせいなんだよ。人間ではないものが人間として抱くべき考えを抱いているからだ。機械よ、いくら心を手入れして考えても、人間として生まれなかったのなら人間になれないんだよ。最後にはもしや人間へと変貌するかと思ったが、重要な時に全てを手放したようだな。その果てに人間になったのなら都市で受け入れる用意があったのに。私が機械として残ったところで関係ないわ。心を持つ機械はこの都市のされどもいかなる場所にも属することができないのだよ。お前を規定する出生から逃れられないがゆえ。それが何？私を規定できるのは私だけよ。いかなる殻も必要ないわ。憎たらしいことに、人間として届くべき心に非常に近いのだな。それゆえ放っておくわけにはいかないんだ。人間人間って口を酸っぱくして言っておきながら、よくもまあねじれは放っておいたのね。ねじれは当然人間の姿の一つであるから、私たちが見るにはさほどの間違いはない。ただ時が来ただけ。むしろ機械ごときが人間らしい振る舞いをすることよりかはマシではないか。だからそのくしゃくしゃになった髪は今からでも捨てた方がいい。可愛らしいことを本当に平然とやってくれるな。俺たちがこの場でお前たちを殺せば、放逐は予定通り進行する。避けられないんだよ。お前たちと図書館だけではなく、エルシャ自体が頭の汚点でありチブであったから。チブでしょうね。エルシャの得意点とその最終目標を踏みにじるために調律者ビナー、
いいえ、ガリオンを派遣したのに見事に失敗したでしょ。ガリオンは本当に仕事をいい加減に処理したよ。おかげで亀裂がこのありさまにまでなったんだからな。アンジェラ、人間の心を抱いた機械よ。お前ごときのせいで扉が閉ざされてはいけないのだよ。だから私を殺して図書館を外郭に追い出すってことでしょ。そういうことよ。私はすでにここに私として存在して自分の力で立ってるわ。だからあんたたちがほざいてるザレ言は軽く聞き流してあげることもできるわよ。そしてビナーもそうだけど、あんたたちは本当に話をわざわざ長くするわね。いつもいらないことを言うのよね。処刑者、図書館の機能は停止したんじゃなかったのか。調律者が言ったでしょ、図書館は私のエゴだって。それならこれくらいは十分できるわ。とはいえゲストの相手をするのと同じで一時的に引き下がっただけだけど。ついに頭までゲストとして迎え入れるんだな。それでもここでの最後のゲストになりそうだな。ええ、どうせ私もあえてこの巣にいる必要はないから。出かける手間も減って悪くないな。さて最後の接待ね。老眼短期での接待、疲労があって体力が 25% 減った状態での接待。まずはバラルだけが行動してくるね。バラルは大好き30以上の攻撃を一度無効にするのが特徴だね。まあこのタイミングでは正直意味ないかしら。てくれるなら人安心だ。私も最後まで耐えられるって確信なんだね。なあ、耐えられるだけ防ぐだけだろ。お前たちの力を合わせて変わるものはないって。その姿に何も感じない。この人生は無理に思ってた。極主義確実に乗れなくなる。私にこの役に立たないようにもっと面倒なことになったな。ここでゼブラーとゼナが戦闘に参加。と言ってもゼブラー強くなってるからね。助かる。起用っていう妙の腕前みたいなパッシブスキルを持っているからね。最初から持て。私のための名前ではないだろうかな。それを伝え聞
何しに今さら来たんだ。しばらくお前たちの姿を見守っていただけだよ。ここまで追い詰められるまで咎める前に自分の身から下ろしなさい。また直ちに始めなければならぬがゆえ。している姿にやるせない気持ちしか感じないな。処刑者準備して。もうすぐだ。さて、イナーも参戦してここからが本番だね。イナーが参戦すると混乱抵抗値が全回復するから助かるわね。それに加えてイナーのページが超強化されてるから本当に強い。結成ダブルを使ってくるマッカ、これはゲブラーのイージーローで対処しておくよ。6幕目、ローランの体力が少し不安だ。合算攻撃、ローランが耐えれればかなりでかいが。ね、ここと混乱コボをつけてたからギリギリゲブラーは混乱しないで済んだか。
まもなく巣の構築を開始します。10、9、8。外郭って実際に見ると思った以上に荒涼としてるのね。まあそうだろう。これからどうするか。ずっと生き続けるわ。そして変えるの。変えるって？私の復讐をやめたわけじゃないわ。心は未だ同じよ。本も書き続けるし、図書館の運営もまたやり直すつもりよ。もちろん今すぐにはできないけど。え？その代わり方向性を改めてみたの。怒りを吐き出すべき相手にちゃんと向き合うわ。あなたと私が味わったような悲劇と苦痛が都市では息をするように繰り返されるでしょうね。それなら苦痛が繰り返されるしかない理由を突き止めたいわ。そうしなきゃ私の悔しさと怒りは一生消えない気がするの。お前が言ってた和のことだよな。都市の人間として一言言わせてもらうけど、その道がたやすくはないと思うな。どこから手をつければいいのか到底見当もつかないだろう。水が上から下へ流れるよう、人間で満ち満ちた都市での悲劇と暴力、そして喪失は当然の道理だと思うよ。それでもやるわ。かなり長い道のりを歩くことになるとは思うけど、これが私の歩める食材の道のうちの一つでしょうね。もちろん図書館も今までとは違う方針で運営するつもりよ。それもこれで、これもそれだから。うん、それもこれで、これもそれか。それじゃあ紙に書いたのは？状況が変わったからまた考え直さないとね。残念ながらこんな体だからミートシチューの味は感じられないだろうけど。本当に残念だな。それ、それはそうとして、今なら話してくれてもいいんじゃない？何を？あんたがここに来て一番驚いたこと。ああ、それよく覚えてたな。何でも覚えるから。はい、本当に個人的なことなんだけどな。時間は有り余ってるし、答える時まで何年だって待ってあげる。わかった、わかったよ。俺本を書いてみたかったんだ。俺が見た都市と人についてな。文才が全然なくてとっくのとうに諦めたけど、到底誰かに見せられるような文章じゃなかったんだよ。気になるわね。笑いたいなら笑え。俺なんかが文字を書きたいだとか笑えるだろ。笑えはしないわ。驚きはしたけど、都市の人々の人生を記録するね。絶対に他の司書には言うなよ。知ってるのはお前だけでいいから。いいわ。それじゃあ今度は一緒に本でも書く、ローラン？光栄でございますよ、館長様。
違うわ。そうじゃないでしょ。もちろんさ、アンジェラ。さて、これにてスイッチ版のライブラリーオブルエナ、完結になります。ここで黒い沈黙と残響楽団のバトルページがもらえるのよね。アルガリアはこの共鳴調節がないと使うの難しいんだよな。黒い沈黙の結束ページは使ってて楽しいから好きです。というわけで実況はこの辺で。また別の実況で会いましょう。それでは。バイバイ。